立ち木さんチャレンジ。乗るなら早くしと、出なければ帰れ。新世紀エヴァンゲリオンのセリフですかね、これは。あ、それチャレンジってどういうことですか。すいません、野津山さん。え、これは代表して。いや、そうでしょ。憧れてる人がやるんですか。憧れている声を出すことはできるのでしょうか。野津山さんファイトです。そうですね、じゃあやるしかないですね。いいですか、ちょっとお願いして。乗るなら早くしろ、出なければ帰れ。それカイジのナレーションだよ。カイジだよ。カイジのナレーションじゃないよ。あのそっちの方がやりやすいなと思う、ね、そうだよね。これはやりづらい、やりづらい、難しい。出なければと帰れの間が完全にカイジでしたね。完全に。ただそれでいいの。前のすいません、帰っていい。チャレンジ失敗ですね。チャレンジ失敗。もう